は回避できたか。あ、これって地球の記憶、歴史を描いたレリーフね。暗黒竜メディウス、ガーネフが呼び出そうとしているのはこいつか。この牢獄の力を必要とする者が現れたか。わしの力が欲しいなら、見事試練を乗り越えて欲しいものだ。それが最後の役目となるだろう。次の試練が間近なようだな。行くぞ、ガーネフを倒す。ああ、もちろんさ。異界のワコードたちよ、では器足りうるか試させてもらおう。後悔のないよう全力で来るがよい。行こう、みんな。すごい威圧感だ。だけど一か八、一か八かで仕入れろ。やり、俺の前に立ちふさがるな。かけて聞くかどうかわからんわ。見抜けないと思ったか。俺から行く、行ってくれ。続きます。マジです。次、いただく翼じゃん。絶対決めるね、ケリンくん。続くわ。こんなもんでしょ。怖いけど、負けません。頑張りますけど、血の焼けになっちゃう。なりました。俺から行く、今だ。任せておけ。次だ。私も任せて。シュリアさん、つないであげる。お願い。次、いただき。いいぜいいぜ。あなたたちの力を見せて。はあ。俺は戦うことしかできん男だ。俺の力を見せてやろう。耐えてみよう。痛いです。これが私の力。わしに力を見せてみよう。この一撃、うわ、受けるがいい。おっと、くそ。こっちだ。いいだ、行きます。
解き放つ。うぅ、いくぞ。いけ。続きます。お任せしました。おりゃ、いけるか。私も。次、もう一つおまけ。あの願い、見せられ。つないであげる。やったわ。その調子だ。やった。あーっ、一歩だ。まずは俺頼んだ。続きます。マジです。おりゃ、いけるか。もう一つおまけ。今だよ。付き合い。いい感じ。これくらい平気です。助かった。心の温めスイッチオン。リツキ、立てるか。まだまだ。守りまでに終わらせます。やった。寒いですよ。なりました。始めよう。行ってくれ。手伝って。もう一撃よろしく。もう一つおまけ。今だよ。はあ、終わらせない。まだまだ。殲滅完了。事件解決ですね。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。さ、いいか。よくぞ試練に耐えた。わしの力、お前たちに託そう。これで認められたってことだよね。ああ、きっとそうだ。バッチリ役を演じきってやろうぜ。俺が剣士役ということか。悪くない配役だな。あとは樹くんだね。ああ、次の試練も必ず乗り越えよう。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。やっ、戦闘開始だ。行こうみんな。乗れないわ。キル、ここか。行くぞ。畳みかけろ。絶対決めるね。お願い、もう一撃。次、まだまだ。クリアさん、お願い。終わりにしてあげるわ。引け。俺の邪魔をするな。失望させないで。これならどうだ。まずは俺、よろしく。絶対決めるね。この隙に、もう一撃。行って。
次、いただき。繋いでくれ。繋いであげる。やったわ。行くよ、チキちゃん。行こう、マモリちゃん。せーの。受け取って。赤木トーマ、まだまだ。ギャビ、行って。そうね。トーマ、行こう。はあ。ラストワン。上出来だ。俺の技、今の五木なら使いこなせる。敵だ。一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。またレリーフがある。マルス、聞き覚えがあるぞ、その名前。そのマルスって人がチキちゃんの言ってた英雄かな。神竜の加護を得て暗黒竜を倒した人。俺たちはこれからマルスと同じことをやらないといけない。あの、そのマルスさんたちがガーネフを封印したの大昔ですよね。今のガーネフって昔のガーネフと同じ人なんでしょうか。言われてみれば同一人物でしょうね。ガーネフは魔導の使い手、封印の中で生きながらえていてもおかしくない。そして長い年月を経て彼を封じていた封印が少しでもほころべばいくらでも復活できるわ。凄まじい敵だ。ここまで君たちが目にしてきた歴史、それらは神竜へ通じる光の戯曲そのもの。僕らの意志を継ぐ若き勇者たちよ、この先は最後の試練だ。そこで青き英雄を待っている。次が最後の試練、しかも相手は
英雄王マルス。頑張ろう。その試練を乗り越えれば、イツキ君は英雄王の器として認められる。よっしゃ、やってやろうぜイツキ。ああ、気を引き締めていこう。